作り方のポイントは、生クリームをしっかりホイップしてください。フルーツの断面を考えて、サンドする向きに気をつけましょう。ラップをして、冷蔵庫で3時間以上冷やします。クリームが柔らかいと、カットした断面が汚れてしまうので、気をつけてください。包丁は熱湯をかけ温めて、しっかり水分を拭きましょう。ポイントを押さえて、可愛いキューブサンドを作ってくださいね。サロンド M クッキングです。いつもご覧いただきありがとうございます。これからも秘密のレシピご紹介しますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また遊びに来てくださいね。